しっかりとご紹介します。今回のスタートはここ JR 大津駅です。 JR 彦根駅からは電車でおよそ40分など各地からのアクセスはこのようになっています。それでは今日はここから琵琶湖をくるっと縦断します。まずは大津駅バス乗り場の3番から浜大津に行くバスに乗ります。大津から浜大津まではワンコイン100円で行くことができるんです。京阪浜大津駅から大津港まで歩けばバス降り場から目の前の階段を上り目の前の歩道橋を渡れば3分ほどで大津港に到着。今日ここから出港するクルーズは琵琶湖縦走クルーズ、ぐるっと琵琶湖島巡りです。その名の通り琵琶湖に浮かぶ4つの島を1日かけて巡るこのクルーズ、もちろん他にもイベントがたくさんあるそうですが、早速出港。これから8時間の旅のスタートです。船の中では琵琶湖を知り尽くしたプロが案内をしてくださいます。赤い鳥居がね、見えるの分かりますかね。滋賀に住んでいても知らない発見がきっとあります。そして大津港を出てすぐ見えてくるのが浮見堂です。琵琶湖の上から見る浮見堂、なかなか体験できないですよね。琵琶湖からしか眺めることのできない景色を楽しみながら最初に到着する島は沖島。琵琶湖最大にして唯一人の住む沖島。上陸をすると船の中から引き続き琵琶湖のプロが観光案内してくださいます。滋賀県はね、加田知事さんってご存知ですかね。あの人はね、この沖島をずっとこう研究されてた学者さんなんです。くるっと沖島を巡った後は港でお土産を買うことができます。おいしい。沖島散策を楽しんだ後は旅のお楽しみ、お弁当。竹でできたお弁当箱もかわいい。中身は滋賀の名産がたっぷり。しっかりお弁当を楽しんでいると正面の方にね、沖ノ白石がもう見えてきております。アナウンスを聞いてみんなデッキへ。2つ目の島は沖ノ白石。一番大きな岩は湖面から14メートルほど突き出ていて、水深を考えると全長100メートルを超す巨大岩だと推定されています。沖ノ白石を見てから35分ほど進んで見えてくるのは3つ目の島、竹生島に到着。パワースポット竹生島ではたっぷり1時間の自由行動。みんな思い思いの時間を過ごしていました。ここでちょうど旅の折り返し地点です。これから長浜港に寄るのですが、今日はここまで。旅の半分までのおさらいです。JR 大津駅から京阪浜大津駅までワンコインバスでおよそ3分。大津港からインターラーケンに乗り、沖島、沖ノ白石、竹生島に寄りながら長浜港までおよそ4時間40分の旅です。旅の後半は竹島上陸や琵琶湖から見る夕日をお届けします。